小森と差し並み、今日は、宮島プロをお呼びして、小岩のバー、はい、フープからお届けしたいと思います。こんにちは、みんな宮島って呼んでくれてる宮島です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、早いな、ゆっくり飲めよ。お湯割りを追加でお願いします。はい、すいません、お湯割り追加とあとハイボールもらっていいですか。こっから完全に官兵隊に2人ともなって、そっから俺もちょっととんでもないことやってたからないけど、使えないことしか言わなくなったりする場合があるんで、ボツになっちゃうじゃないですか。やめてください、小森さんみたいな。もうなんかここまで来ても使えるんで。いろいろ聞きたいことがあったんだよ今日。本当ですか。うん、酔っ払ってるけど、酔っ払う前に聞いたことがあってさ、台湾って2年目？そうですね、今年2年目ですね。去年何リールメインですか？リールは自由に使わせていただきましたね。でリビアセアリティからクーラーまで。リビアスとスピニングはリビアセアリティがメイン。はい、で、ベイトは？ベイトは、まあベイトは本当にスティーズの、スティーズ SVTW から、アルカスまで使わせてもらいましたね。はい、当然。一番おすすめは？おすすめでも、まあ、そのユーザーさんによると思うんですけど、そこにかけられる宮地が気持ちが一番入ってる理由、気持ちが一番入ってる理由だから、もう俺さ、俺今台湾じゃあの、はい、リールサポートないから、はい、台湾リールも買ってるんだけど、宮地がおすすめしてくれるリールを1台使ってみて、自分なりにこうだなって思いたいなって思うとこあって、はい、で今ジニオンを使ってるんだ。ジニオン抜きで次もう1台台湾リール買いたいんだけど、これ買いたいんだけど、すいません、ジニオンでした。ジェリオンはいいよね。ジェリオンはすごい、かなりの完成だと思う、ミールとしては。はい、まあ、自分なりにこう、もっとこうっていうのはあるけど、ちょっと一回それ置いといて、ジェリオン以外で、小森さん、これもう一台買ってみたら、これ買ってみたら。小森さんが そこにかけられるお金はどうですか？普通に余裕ありますか？これは一応ね、僕は5万円以下で考えたい。なぜなら、竿よりも高いリールっていうのはどうなのって思っちゃうから。あー、なるほど、うん、あ、そういう感じなんですね。まあ、あの倍か5万円ぐらい、だから定価は6万ぐらいでも大丈夫よ。ジリオン以外で、ジリオン持ってる、ジリオン以外で、ジリオンこれ用でこれですよみたいな。大喜利です、大喜利。いや、でもバーサダイレン使うのは僕はアルファス SV ですね。価格も考えて、あのさ、SV ライトっていうのあるじゃん。 SV ライト、並木さんのやつ、あれすっげえ気になってて、はい、で、あれさ、すごいのがさ、まあTW じゃないじゃん、はい、TW じゃないダイヤのリールって実はその興味がある。小森さん、なんか僕がダイヤさんにサポートいただけるときに、いやし TW ってどうなんだって聞かれたんですよ。で、めちゃめちゃ TW のことを気にしてて、で、自分で多分小森さん自分で自腹で買って使っていたと思うんですけど、TW ダメなんだ、やっぱ TW があの、あまり好みじゃないんだなっていうのは思ってたんですけど、だから SV ライトがすごい気になったんだなって思ったんですけど、もう一個意見があって、スプルケ33mm か34mm でしょ、はいはい、そのスプルケっていうのも大きいんで、ね、あと あのスプルケでありながらリールのウェイトすごい軽いじゃん。あ、でもそれはあるかもしれないですね。アルファスは全部スプルケちっちゃいでしょ。そうですね、スプルケ34ってアルファス出てないよね、33も出てないんで、はい、そうですね。でスキーズは32mm です、ね、32か、でも32はセイヤは28mm です、ね、28mm なんでね、はい、なってしまうんですよ。スプルケ33、34って欲しくてってなると、ライトは相当いいなと思って、あの欲しいスペックが全部残ってるんだよ。あれはすごいな、いいとこついてるよね。と思う。あれは使った？使ってました。僕は普通にサポート受ける前に出てた商品なんで、その前から使ってた。今手に入ってないんだもん、あれ。そうですよね。中古市場でも回ってこないし、ずっと探してるんだけど、あれはいいよね。あれは多分俺が欲しいのドッピシャってついてると思う。だと思います。でも黒田さんとかの YouTube 見てるんで、やっぱり小森さんなんかシマウマじゃないですか。いや、そんなことないね。俺は島田のリールの全否定しているところは、スプールのシャフト、やっぱりセパレートシャフトの方が全然機能がいい。田中さんはどうなんですか。はい、島のダイオ派どっちかあるんですか。あ、俺はアブガルシア派。あ、アブガルシア派なんですか。今でもアブガルシア派なんですか。いやいや、そんなことはなくて、まんべんなくいろいろ使ってまんべんなく YouTuber なんで、そのいろいろ使ってみて、シマノも好きだけど、でも同じぐらいのスペックでやっぱダイワもたまに買って、じゃあどう違うか分かんないと意見言えないじゃないですか、はい、だからスピニングもどっちも買うし、
それ以外の例えばグラビアスであるとか新興メーカーのやつも触ってみるし、レビューしようがないんで。宮下ってさ、ダイワからサポートを受ける前はいろんなリール使ったりもしたことがあるわけじゃない。そうですね、まあ、まあ、ダイワ結構好きだったからね、もともとダイワが多いんだから。そうですね、ダイワさん好きでした、うん、すごく。で、寺川さんだってさ、ほら YouTuber っていう仕事中いろんなもの投げるじゃないですか。はい。そういう中でやっぱりその全てのリールにおいてメーカーがここだっていう肝を押さえてるリールっていうのは、点数で言ったら100点満点中80点以上の点数は全部持ってるんですよ。だからぶっちゃけどれ使っても一緒って僕雑に言うんだけど、どれ使っても一緒なんですよね。だけどその中で、まあそのちょっとこういうところにはこれは100点だよとか、こういうところにはこれは90点だよとか、そういうなんかあるじゃないですか、はい。でまあ僕はもともと島野さんのリールが好きで、あのアブのアブガルシアがサポートを受ける前はずっと島野だったので、はい、なので島野のことはずっと目で追っかけてたので、ある程度その見てきてるんですよね。逆に大和さんは最初から興味なかったから全然何が出てるかも知らなかったんですよね。でこうやってフラットになって全部のリールを調べようと思って、5年前のカタログから全部スペックから見直して、はい、全部勉強し直して、はい、でまあ実は僕それが勉強したかったっていうのもあって、まあ成績が出なかった頃にタクルベリーさんでアルバイトさせてもらって、全てのリールを触って1回買い取りに行ったリール全部バラして組み立て直して全部調べたんですよ。まあ、それぞれメーカーが求めてるものとかあるし、まあ、パテントとかもあるんでしょうね。僕ちょっとその辺分からないんですけど、そういうのもあって、まあでもまあやっぱり日本のトップ2社っていうのはすごいリールを作ってるよ、恐れ入って。でも第3局を狙うメーカーたち、まあ本当はねアブガルシアっていうのは第3のメーカーになるはずだったんですけど、まあそういうところを目指してるメーカーたちっていうのはそれなりの工夫と、でもできることとできないことの中で一生懸命やってると思った。最近ちょっと気になってるのはテールウォークのリールとか気になってて、今度井上さんにしっかり話を聞いてみると思うんだけど、すっごく気になってるんだよ。でもちろんアルカンセだって、GPI がアルカンセやった時のアルカンセっていうものに対する評価によりもアルカンセっていうリールはもっとはるかにいいところにあったから、でこんな投げやすいリールそんな酷評される筋合いないよなって思ったぐらいアルカンセはいいリールだった、まあ、だったというかまだあるけどね。でまあ現役で使ってるし、そういうなんか大体どこ取っても80点は上なんだよ。リールってなんか客観的にこういろいろなテクノロジーあるじゃないですか。例えば投げやすさ、軽さ、例えばあとはドラグ性能とか、どこを見て一番小森さんはいいっていう思いがありますか。このリールいいなって思う時の一番重点的な見るところって言うと一番、これはねトータル的だよ。やっぱりトータル的な、あの格好が悪いと嫌だし、ああもう見た目から、見た目が格好悪いと嫌だし、だから丸型リールが好きな人はさロープロファイルって格好悪いと思うわけじゃん。いまだにアブのね、はい、SX 探してる人もいればやっぱり利用価が大好きな人もいるじゃない。でもロープロファイルが好きな人は逆に丸型リールはついていけないじゃん。じゃあトータル的なところ、トータル的な軽さであったりとか、はい、バランスであったりとか、はい、機能であったりとか、はい、例えばタトゥーランだっけ、あのタトゥーランなんてかな、パカッて開くやつあったじゃないですか昔、はい、あれ出た時うわすっげえもん作ったなと思ったもん。ああそれタトゥーラじゃないかもしれないですね。T3 エアだ、 T3 エアだ、うん、はい、あれを最初にダイワのサポートプロの方が使ってる時見た時に面白いなこれと思った。むちゃくちゃかっこよかった。機能美、そもそもダイワさんってさ TTZ の頃からさ左右非対称とかやってたじゃん。あれも機能美だよね。素晴らしかったよ、うん、正直ダイワのことばっかり褒めるってさ、TDZ の TDX のスピニングでやった時はそう、あの大口径のケツのちっちゃいお尻のちっちゃい女の子みたいなさ、本当にキューティーハニーみたいなリールを出してきたわけよ。そうなんですね。それもすごいやっぱり当時しては斬新だったのよ。斬新で斬新でしたよね。タイプ R って分かりますよね。タイプ R だった時もすごい斬新だったの、ネーミングも含めて、はい、かっこよかった。 TDZ タイプ R はむちゃくちゃかっこよかった。実はその時僕はダイワのリールをまあアブがメインだったんだけど使ってみたりして、はい、このリール欲しいなと思ったのが DDZ だった。むちゃくちゃかっこよかったスプールが。でもアブもそのうちスプールがでっかくてお尻のちっちゃいリールを作り出して、まあ、かっこよくなった。でやっぱ格好ってすごく大事だよね、はい、ドラッグ性能よりも格好かと思っちゃった。当時島野さんは逆方向行ってたからさ、スプールの細長いリールを作ってさ、はい、こっちじゃないよなって思った時もあった。でも性能的に言えば島野さんすごいズバリな性能を持っててさ、性能が良くてもやっぱ格好なのかなって思った時もあれば、でも現場に出て実際ミスがあったりするとやっぱ性能かなって思ったりするのもあっちゃう。あそうですね、トーナメントだったらなおさらですよね、うん、どこを選ぶかって言ったら、まあ、スピニングに関してはトータルバランス、ベイトに関しては好きなところに特化してるかどうか、あ
好きなところにと。これは自分の動画でも言ったんだけど、ベトリルって3つに分けてるんですよ、僕は。ピッチング機とキャスト機とバーサタイル機と、はい、性能、うん、これ3つに分けてるんですね、はい、それによって求めるのが違ってるわけじゃん。だからそれによって違うかなって思ってはいる。俺今日小森さんってこうやって飲んでもう小森さんの印象ちょっと変わったんですよ。すごいなんか考えてるんですね。客観的に見てるでしょ。いや、めっちゃ頭いい。もうだいぶ悪くなっちゃったよ。だいぶアルコールと場所性に悪くなっちゃったけど、昔もちょっと頭良かった。あ、僕聞きたかったのが、うん、小森さんから見て、うん、あ、この若手強くなるなみたいな、こいつ強くな、強いセンス持ってるなとか思う時ってどこを見た時にそう思うんですか。あのね、釣りの上手い下手、実はどうでもいいんだよ。めっちゃありがたい、俺上手いって思うじゃない。宮下から俺見てもさ、これって俺もされるかなって思ったから、俺に対して釣りうまくないじゃん。いや別に上手くないとは言ってないですけど、まあ、凡人の頂点ぐらいじゃん。連載じゃないもん。いやないですけど、ああ、でもさ、釣りの上手さじゃないんだよ。あのね、なんていうのかな、まあ、行っちゃってるやつだよね、強いやつってのは。行っちゃってるやつ。ああ、やっぱ行っちゃわないとダメなんですね。行っちゃわないとでしょ。行っちゃわないとダメ。もうだって釣りを職業にしてるだけで行っちゃってるのにさ、はい、そこから先もっと先に行っちゃわないとさ、自分がさ、行っちゃってないでいようと思ってるやつは所詮凡人だよね。自分そうっすね。だってさ、飛べるのに飛ばないんだ。めちゃめちゃ言われてみればわかります。あいつは頭おかしいんじゃないのって言った時に、そんなことないですよって人は凡人だよ。うん、俺は頭おかしいですよって思える人がタイトル取るんじゃないの。俺は知ってる、そうであってほしいと思ってる。いや、マジか。いや、俺めっちゃ頭おかしくなります。最後だよ。だいぶおかしいけどね。言うとね、だいぶおかしいけどね、あいつ。田中さんと小森さんって出会いはどこだろう、一番最初の。僕と釣り子さんの出会いですか。最初に釣り子 TV といえばプロとして小森さん結構出てるから、あの、か、亀山の同じ冒頭屋さんつながりっていう。いや、それ違いますよ。最初もちろん違います。まあまあ違います。最初はこの田中さんのお母さんが誕生日の時に、誕生日プレゼントで僕のガイドを予約してくれたんですよ。うちが両親バッスリ大好きで。あ、そうなんですね。で、小森さんも亀山で当時いっぱい精力的にガイド業とかやられてて、亀山で名前来たから目に留まっててくれて、しかも冬もね、結構お父さんお母さんも釣りするんで、冬の釣りとか好きなんですよ。で、冬やってるガイドって当時いなかったから、はい、僕が目立ってて、で、このでそうですね、あの1月か2月ぐらいの小森ガイドに誕生日プレゼントで送って、はい、でその当時亀山湖で審判会っていうトーナメント、全国トーナメント今でもなんか昔すごい審判会トーナメントの前日に乗ってくれて、乗って、その小森さんがガイドしてくれた日はその傾向を見るっていうだけだったんですけど、1月か2月の真冬の大会で、で、あ、うちの親が2位かなんかになって、俺が4位かなんかになったんですよ。うち行った場所でその順位になったんです。このエリアでダウンショットでレッグワームでこんな感じのレンジが今暑いよっていう傾向だけ聞いて、その通りやったら4位と2位、うちの親も俺もお立ち台上がっちゃって、やべえなっていうか、それそういうのがあってもなくても小森さん、あの、全部 DVD とか持っててファンだったんですよ。そのイデプロとの亀山対決とか、あの面白い DVD でしたね。いろんな当時の映像作品とか。見たい。いやいや、見たいよ。最高っすよ。そうですか。俺見たことないですよ。イデプロ対小森プロの伝説の DVD。B さんは別格だったな。うん、小森さんは今の通りの小森さんなんですけど、あの亀山ダムでその関西のイデプロがもうボッコボコに釣りまくって、見たことないリグと仕掛けとか。これフィフティであんまり成績出ない時がずっとあったんですよ。はい。でもやっぱイデさんが言ってくれた言葉が刺さり刺さりまくって。聞きたいです、どんな言葉なんですか。亀山でやってることを外でやったらいいじゃんって言われた。じゃあ亀山でやってることを外でやればトップ50で戦えるよって、すごいテクニックを持ってるのに、なんでコモは亀山でできるのに他でやんないのって言われた。カバーのシャリシェイクとか、そんなの亀山に来たら普通に教えてくれるじゃん俺にって言って、でもよそでそれをコモがやってるの見たことない。それ、あ、超気になる。それってなんで外でやんなかったんですか。僕ももしかしたらそれ霞でやってることを外でやってないってことが自分で思うことはあったりするから。
なんその時自信なかったんですか、やっぱ。そうだ、そうだと思う。あ、同じかもしれないです。場所が変わるからね、本当に魚がいるかどうか分かんないじゃん。はい。あ、え、それってやったら結果出たんですか。いや、だってブラックバスなんかどこ行ってもブラックバスでしょ。マジか、うわ、俺来今年楽しみな。いやいや、あのね、ちょっと今やばいこと言っちゃったから、ね、ちょっとハイボールを買いに。いやいや、ハイボールじゃない、これ、お祝い、お祝い、お代わりでお願いします。今濃い濃い話、お湯割りで濃い話ですか、そのカメに言ってください。これ使って OK じゃないですか。 OK ですかね。小森さん公言されてますよ、ね、だから真冬とかに亀山でガイド業してるのは全て。それは聞きたい。まあ、他のプロには聞かれたくないけど。それもやっぱね、まあそのブラックバスだから、どこ行ってもブラックバスだよ。最終的にはどこら辺のところを目指してるんですか、宮下選手は。僕は今は本当にトップ50の AOI 目指してます。はい、年間で平均的に強いっていうところを、はい、ただ自分の好きな隅ヶ浦水系では勝ちたいんで、本当にそこはこだわってます。いいじゃん、いいとこ行ってたんですね、取材で乗ってた時って終わる。そうですね、もう普通に僕小森さんをトップ50で倒したらやめようってぐらいの気持ちでやってたんで。霞ブラザーズであんだけの状態になってるって本当すげえんだなと思って、これ勝っちゃうんじゃないかなっていう。そうですね、本当勝ちたかったですね。でもまあ、ただ多分なんだろう、僕神様とか意外と信じる人なんですよ。だからあそこで勝たせてくれなかったら、いやもっとお前頑張れよって感じで、もっと頑張れよってことだったのかなと思って。まあ男の子がでも一度勝つって心に決めたからには勝たなきゃダメだよ。そうですね、自分が決めたことを自分で全うできない人間だって、はい、多分何やってもダメだと思うよ。そうですね、だからトップ50で勝ちたいですね。いやー、これの話を聞いて今年の霞水池戦のこの、はい、あのいろいろ立ち飲みトークでいろんな選手、はい、まあ霞強い江尻さんとかも、はい、全然いたりして、はい、今年のトップ50の霞水系マジ楽しみですね。頑張ります。暑い人集まりすぎみたいな感じで。トップ50全員暑いっすよ。トップ50実は超面白いですよ。いや、わかりますよ。いや、俺らもめちゃめちゃ、あの、まあね、釣り子を見てる方もいっぱい釣りが好きな人多いと思うんですけど、はい、ただ釣りが好きだからって職業全部やめて釣りの職業を選んだ人が集まってるので。そうですね、この人たちが演じる競技っていうのは、そのトーナメントなんか好きじゃないと思っても一応見てほしいと思う。いや本当ですね、見てほしい。なんかよく分かんない人間ドラマすら見てほしいと思ってる。いや本当ですよ。ここでもすごい今の段階でも駆け引きは始まってるし、ただ僕はね、もうちょっと思うのは、もうちょっと一個上に立って彼らが戦う姿を客観的に見たい面があるんですよ。だから今面白いと思ってるのは、若手超面白いですよ今。本当30代も実はすげえ力をつけてきて脂が乗って真ん中にいるんだけど、ちょっとやっぱりくすぶってる、いろんなこと悩んでる。でも20代って悩みがあってもすごい単純だから、僕も20代だけど悩みがあっても単純な悩みだったんですよ。どんな悩み。だってそれはさ、明日どうするかぐらいしか考えてない。あ、10年後なんて考えてなかったもん。20代って30代の時に、はい、ちょっと10年後が不安になったんですか。本当ですか。うわー、不安になるの嫌だな。俺なんかは世の中の端っこで YouTube とかこういう動画撮ったりしてるんで、 YouTube 出身って言ってもいいかもしれないですけど、宮地選手はお一番期待の星だし応援してますよ。YouTube ってクラブみたいに言わないでください。YouTube、小森さんは、小森さんはほっといても強いんで、もういいじゃないですか。もうじゃあいいじゃないですか、4日勝ってるんだから。強いっすね。でもいろんな選手がいる中で誰一番応援するっつったら、宮地選手なんじゃねえかなっていう。ありがとうございます。いや、YouTube 界隈みんな応援してると思うよ。 YouTube からすればそう、そう、ゲイリー釣りプーみたいなんですけど、分かると思う。だってさ、今はまあ、更新されたかどうか分かんないですけど、 NBC のなんだっけ、ゴーゴー LBC の動画で、今まで一番再生回数が高かったのは、その宮地が乗った時のシーンだっていう。あ、そうなんです。宮下の、はい、あれかな、あ、多分あれ、ツイッターだったかな、ね、ツイッターのアクセスがいいねが一番上がったのは宮下のウィンの瞬間だったっていう。ただ僕も客観的に考えて、多分僕も凡人なんですよ、すごい凡人なんで、でそれを
なんかもうみんな本当になんか身近に感じてくれてるんですよね。それが本当自分もありがたいし、でそれがツイートにつながったことなんかも思ってるし、まあ、だから本当になんだろう、まあ誰でも頑張るできるんだぜってこう見せつけたいですね。はい、凡人だって認識することが大事だよ。そうですよ、本当に天才ってのはね、藤田みたいなの言うてよ。いや、京也くん、まあ天才、あの天才、あの天才なんか視界に入れなくていいのよ。い天才だから。宮下から見た藤田京也選手について、いや、僕ファンですね、普通にファン。あ、茨城の最終戦だから普通にファンすぎて、試合終わった後ですけど普通にツーショットで写真撮ってもらったんですね。あ、教員は分かる、分かりますか。あ、分かる分かる。小森さんとは分かるんですか。まあ俺はまあスリーで食って生きてきているから、強いトーナメンターは全員好きなんだけど、ズバ抜けてる全てにおいてのかっこよさがあるよ。その彼はまず人の真似もしないし、人の研究も大してしてない。自分の釣りしか研究しないんだよね。言っとくよ、僕アメリカ行って結果出せる自信はあるかないかって言われたら分かんないし、行ったことないからあまり偉そうなこと言えないけど、ただパスフィッシングに関しては日本で30年以上プロをやっていて、トーナメントで勝つってことに対してはある程度の理解を持ってると思うんですよ。そういう僕から見て、藤田君がアメリカでやれないかやれないやれるか超客観的に見て言うよ。その多分日本人であることのデメリット、それを克服さえすれば多分釣りは圧倒的にやっていけると思ってますよ。だから何の不安もない。僕ね、本当に強いトーナメントって心から好きなんですよ。そのライバルとして見たらやっかむこともあって、悔しいから悪い発言をする時もあるかもしれないけど、でもやっぱり好きで、藤田君に関しては、うん、マジでやってほしい。でも僕はだから、まあ、彼より20歳の下だからはっきり思うけど、20歳以上年下、彼が20歳年下、25歳ぐらい年下で下手したのね。そうですね、25とかですね。そう、25からでも25歳年下の彼が日本で一番暴れ乗ってる時に年間優勝争いもしてるし、バスプロ選手権で1回勝ってるし、そうやって考えたら頑張れてるじゃん俺、48歳のくせにって思ってる。そうですね。でもこの48歳の凡人が頑張れて天才と戦えてるところにバスフィッシングの面白さがあるって思ってるから。いやめっちゃいいっすね。やっぱバスフィッシング最高っすよ。あ、そうなんです、最高っすよ。だから宮下みたいな人間に俺早く一番を取ってほしいな。上から見た景色を語ってもらいたい。あ、ほんと最高っすね。いや頑張るしかないっす。一番はいいよ。でかいトロフィー取りたいっす。フィッシングショーで飾ってあるトロフィー普通に掲げようと思いました、ね、あ怒られそうだからやめてもらいましたけど、まだチャンスはこの後西日本釣り博とキープキャストって取るんで、いやいや今年1年間のチャンスがあるでしょ。まあね、まあね、まあ、まあそれはそうです。取りたいじゃなくて取るって決めなきゃダメだと思う。はい、取りたい人はいっぱいいるもん。そうですね、全員取りたいです。全員取りたいって言ってたよ。でも取るって黒川は言ってなかったな、年間は別に言われる。本当ですか。いや、小森さんが大先輩すぎて今こういう話の流れになってますけど、多分相当熱いマグマみたいな、そう、それをもっと吹き出そうよ。ふつふつあると思いますよ、この絶対宮下選手は。あるよ。うん、だって鬱陶しいもん。本当ですか。多分戦いの時の今は柔和な感じですけど、よく記事とかで読む大会モードの時の宮下選手の眼光のヤバさって言ったらないから。なんか俺、小森さんが最初になんかトップ50行った時に言われたのが、なんかバスプロならもう本当にどんな質問にも答えられるぐらいの知識をつけろって言われて、最終的に多分残るのってそこの本質的な部分になるかなと思うので、そこは勉強して頑張ってます。だからこれからも勉強はちゃんと頑張ろうと思ってるんですけど、もともとやっぱり先生っていう気質が先生ってのは大きいね、今聞いたけど、これ多分将来的にちょっと大きいね。全部積み立てていった先生に、今は先生じゃないんだ。まあまあまあ、トーナメントシーンしか見てないから言うけど、こんなイカれた先生に教えられたくないもん。いや、一番好きになるタイプの先生だと思います。でも、肺に穴が開いて試合に出るような先生に何か教えられたくないね。先生だったら肺が穴開いた時にゆっくりしとけって言われたいね。あ、まあ確かにそうですね。俺の唯一心に残ってる高校の恩師の先生って、ずっとロマンポルノを撮っていて、日活ロマンポルノを撮ってて、で教員免許があるから社会の先生だったんだっていう熱い先生がいて、話すことも内容も全部面白くて、もうやっぱそういう先生いいっすよね。同じですよ。
めっちゃ同じっすか。そういうね、だってこんなにバス釣りにのめり込んで人生、はい、狂っちゃったって言ったら、まあ、申し訳ないけど、やっちゃってる、はい、こんな先生がいたら聞きたくなりますよね。いやでも僕学校の先生って全員記憶に残ってますよ。すごいっすね。先生って言われる仕事っていうのは全部すごいと思うんですよ。弁護士さんにしても政治家さんにしても先生ってつくんですからね。そうっすね。はい、でもっていうことは先生っていう職業についてる以上は先生でなきゃいけないんで。そうですね。っていうことがすごく大事で、なぜなら先生である以上先生って来る人は絶対的に自分を頼ってくるわけじゃない。そうですね。いろんな意味で、はい、それに対して自分は先生でいなきゃいけないってすごく大変だよね。いや大変ですね。教育のプロじゃないといけないんで。そう、はい、僕思ったの、はい、僕は本当にあ バスに行こうと思ったのがきっかけがあって、はい、三者面談とかで、はい、その時に、まあ、宮島先生、先生教員のプロですもんねって言われた時があったんですよ。その時にいや待て、俺教員のプロ、いや釣りもいっぱいしてるし全然教員のプロになれてねえなって思って、でその時の同じタイミングに、まあこれちょっと面白い恥ずかしいんですけど、なんで先生そんなサングラス焼けしてるんですかって言われたんですよ。バスプロは。そう、それでその時に教員のプロって前もって言われてたんで、教員のプロ、いや釣り行ってるとか言えねえなとか思った時に、いやもう本当にどっちかに絞るしかないなと思って。あー正しいですね。あ、本当に自分がやりたいこと、プロになりたいことどっちかってね考えた時に、やっぱ釣りのプロに行きたいなと思ったんですよ。でそこが本当自分の分岐点かもしれないです。3年目の三者面談。いやそこまで考えたらタイトル取らなきゃやめられない。マジで取りたいです。わかんないですけど、このまま宮内選手が例えば40になって、まあその時のいろんな状況とかがあって教員にもしかして戻ったとして、俺そんな先生の話はマジ超聞きたいですけど、超熱いですけど、トップカテゴリーで戦い続けてで、まぁ、あ、ちょっと体を壊れちゃったとか、それはそれで面白いからね、やっちゃったとかで、また自分が生徒だったら面白いです。先生だったら、この先生ずっとトップカテゴリーである一定の活躍してた人の話で、やっぱでもトップカテゴリーで諦めて辞めるってのは嫌なんで、本当にトップ50すげえ魅力的だから、まあ、20代の頃に思ったことさ、30代の頃に思ったことさ、変わるんですか。50になる自分から思ったこと。どうなんですか、全部の立ち位置を自分のことだけ、俺のことだよ、振り返って考えると、知りたい、知りたい。あのね、いやいや、20代の宮下さんがどっちつかずだなって、こっちを取ろうと思ったことは100点満点だと思ってます。本当ですか。うん、僕が客観的に見てどっち取ってもうまくいったと思う。つまりその時教員のプロになろうと思っても100点だと思う、はい、全員のプロになろうと思っても100点だと思う。収入ベースで考えたらどっちが良かったかは、それは40代、50代になってきて分かる話なんだけど、何だか分かるから言わないでほしい。だけど、じゃあ30代の時にその決断を迫った時に、30代抱えているものが多くなるんだよ。一つは、まあ、多くの人は家庭で、もう一つは将来ですよ。だって40代から方向転換できないじゃん、なかなか。だから30代の時は方向転換も考えて、このままでいいのかなって絶対疑問がくっついてくるんだよ、はい、その時に自分は、いやこっちだってブワーって舵切れる人は行かれてるよね、イコール好きだね。 ありがとうございます。で、40になるとその舵切る方向がどこだか分かんなくなるの。へえ。突き進んでいく先のゴールっていうのが見えてちゃうから、こっち行ってもここがゴールだよな、はい、こっち行ってもここがゴールだよな、考えすぎちゃうっていうのが見えちゃう、見えすぎちゃう。そしたらどっち行った方が安全かなとか考えちゃうんですよ、これが。これ分かるでしょ、40過ぎたら安全な方をちょっと意識しますよね。いや、なんかその崖が、足が踏み外せなくなっちゃいがちになるから、なんかそれがつまんないなっていう。でもそこでもジャンプできるファンキーなジジイになりたいなとは思うんだよ。で、50近くなってくるとまた思うの、またこう思うの。40代と全然違うこと言うか、え、もうちょっと踏み外さなきゃ俺このまま終わっちゃうじゃん。そうですよね。でもこのまま終わるぐらいだったら思いっきり踏み外したら楽しいじゃん。そうっすね。僕今すげえなんかお世話になってる人がいて、その人がよく言うのが、まあ、人生一回きり。そう、どうせ人は死ぬんだよ。そう、その人生一回きりっていうのはすっげえやっぱ心に響いてて、どうせ人は死ぬって小森さんも今言ってるんですけど、そうなんですよね。だから普通にもうなんか自分がこう死ぬ直前に、あれやってけばよかったなってことは全部やろうと思ってます。なかなか全部はできないよ、はい、できないんだけど、俺思ったのは健康診断とか行かなくなっちゃった。それなんですか。健康でいた
いと思うよりも日々を充実したいと思った。一日一日を充実したい。不安になって自分が将来不安になるよりは、なるほど、今幸せだったらいいって、まあ、よくないのかもしれないけど、まあ、明日死ぬかもしれないってことですよね。常にそう思って生きようと思った。明日死ぬ、明日俺は死ぬって朝起きたら決めよう。悲しいことだけど、お、俺は明日死ぬんだと思って今日生きようって思うようにしてたら、日々がすごく楽しくなってきたっていうのはあって、だから趣味も増えてきちゃったな。へ、でもそしたらだよ、でもそしたらこれはちょっと言いにくいことなんだけどさ、ビューティーで年間チャンピオンを取るっていうことが今年の大きな目標ではなくなったかな。そうなんですか。うん、4回目取っちゃったからってのもあるかもしれない。ミエ選手はやっぱり霞ブラザーズっていう肩書きもあるぐらい、マザーオールスタークラシックなんていうのは、はい、どういう出たくてしょうがない。めちゃめちゃ出たいです。あ、小森さんに去年言いましたもんね。で、小森さんなんかもう俺はもうなんか何回も出てるよ、ね、じゃあ逆に一緒格好感してください。出たくてしょう出たくてしょうがないっていうめちゃめちゃ圧を受けて、譲ってもいいかなと思ったぐらい圧を受けた。去年初めてワイルドカードってやつに出させていただいて、はい、めちゃめちゃちょうどトップ50とかぶってて、はい、すごい複雑なあの心境だったんですよ。トップ50も大切ですし、人生かけてやってるんで、でもそのバサーオールスタークラシックも出たいから、もう練習どっちやろうかなみたいな。中途半端だったね。すごい中途半端になっちゃって、そう中途半端だってどっちも外してた。そうです、どっちも結果も今あんまり良くなくて、例えば去年端的に言ったら、はい、江尻選手がそこで夢への切符を掴んでなんて結構悔しかったりもしたり、いやめちゃめちゃ悔しかった、単純にすっげえ悔しかったっす、ね、船の差だったな。いや、あ、そう、小森さんそれも宮氏お前船の差だよみたいな感じで、しょうもないプライドをね持ってね、新しい船があったのに古い船出たんですよ。あ、この船で俺ずっとやってきたんでとか言うから、そんなのしょうもないプライドだから捨てちまえよと、こんな花ぼれってやつが勝ちだから花ぼれ行けよって言ったよね。言ってましたね。で実際花ぼれって勝ったよね。そうですね、だからまあでもまあそうですね、でも江尻君に関してはまあ普通にもう勝った人が偉いじゃないですか。だから全然なんか別になんか、ああそれはいいんだよ、はい、それはいいとも思ってないし、勝った人が悪いこと一つもない、すごいと思うし、江尻は大したもんだ、はい、でもやっぱりオールスターっていうだけあってオールスターなんですよ。俺は今のあの水系でやるにあたっては霞ブラザーズのトップ50の宮志選手がその一角を担うような状態に早くなってほしい。あ、そうですね、ありがとうございます。でもただそれは別にまあ、まあ、なんて言うんだろう、 YouTube で例えばこうみんな見てくれてるからすごい、まあ、見てくれてるっていうのと、トーナメントで勝ってるっていうのはまた別じゃないですか、はいはいはい、だからそれは、まあ、YouTube でも見てくれてるのは嬉しいけど、トーナメントでちゃんと実力で勝ちたいですね。ちゃんともぎ取って、ね、出て、はい、あの大歓声の中で、そうですね、で、あのバサからでも勝ちたいです、はい、それこそ小森さんに勝ちたいです。お、来た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 、面白い、見たい見たい見たいです、マジで見たいです。俺、宮氏が出てきたら本気だぞ。いや、本気硬いじゃないですか。もう今の一年の時は使えなくなってないですけど、なんか今言ってたこと言ってないですか。いやいやいつも本気でやってるんですけど、分かってますけど、あ、ただね、そのギアが1段階2段階上がるっていうのはやっぱ対人なんですよ。あのいつも本気でやってるよ、本気でやってる姿勢を抜いたことはないんだけど、そこから1段階2段階上がるっていうのはやっぱり最後は根性論じゃないんだけど、その最後のモチベーションにグッて力上げてくるっていうのはやっぱライバルの力っていうのは大きくて、僕ね、だからあのオールスターに関して言うならば、僕大好きなプロが一人いて、沖田プロ、あ、はい、利根川っていう会場でやってる沖田プロっていうのは無視できなくて、はいはい、まあ、なんかコメントで言ってましたね、前何年か前で、ね、利根川は俺の川だって言ったらぐわっ噛みついてこられて、その沖田さんが僕すごい好きで、このプライド、これを待ってたんだよって、はい、これ、こういう人がいるからトーナメントって面白いんだよって思ったぐらい沖田プロいいわ、大好き。で、そういうとまたギアが1個上がるんですよ。あー、わかります、ね、分かる、はい、で、そうやって宮司がじゃあ、これ小森さんに勝ちたいですって言った時に、もう来ましたよ、小森さん、俺舞台に上がってきましたからね、今年倒しますよって言われたらね、こんなことされちゃったりしたらちょっと、いやー、ね、そういうの欲しい、そういうの欲しい、そういうの欲しい、上に人で僕のことずっとこうやって指さしてほしいよね。絶対出ます。俺なんかで初優勝したら誰かのことずっと指さしたことあったね。本当ですか、ね、時だったらあれ覚えてないんだけど、思い出してください。初優勝じゃなかったな、ですか、
何かで勝った時に誰かを意識しててずっとそういうとこで指さしてこうやって怖っ来たことがあるお前からぜっていうマジか小森さん勝ちてぇななかなかでもねそこはメディアが拾ってくれないんでいやなんかちょっと見えづらくなっちゃってるところがあってだからまあちょっと話は違うかもしれないですけど本当最近例えば端的に言えばブレイキングダウンとかすごい流行ってて、はいあれってもう予選のとこからもバチバチで盛り上げていくじゃないですかそういうなんていうかもういやもう僕はそうしたいですよ やり合うのはまあ釣りっていうフィールドだけどもそういうなんかもうドラマも含めてああこの人たちやべえなーっていう、うん、まあガチでやり合ってんなーっていうのは間にブラックバスを挟んでるけど、うん、やっぱり競技っていうのはどんな競技も対人なんだよ、うん、あの対人に関しては人がいるから面白い、うん人がいるから盛り上がる、ライバルがいるから熱くなる。でもその部分をガンガン出していってトーナメント僕はしたいんですよ。だから、まあ、勝った負けたはその時の出来事で、はい、ね終わったらノーサイドにすればいいんだけど、その時はやっぱりあいつに負けたくねえ、こいつに勝ちたい、一個でも行きたいっていうそういう気持ちで、だからどこで釣れた何で釣れたかしかやっぱ釣りだから取り上げられない部分があるじゃないですか。でも誰がどういう思いでそこに立ったかっていうのはトーナメントっていうのはすごく深く感じてるんですよ。でもそれが伝えきれてない部分がもったいないなって最近ちょっと思ってて、なんか本当以前の何年前っていうのは忘れちゃいましたけど、はい、昔はあのバスプロメーカーみたいなバスワールドの別館でバスワールドがありましたよね。バスプロマガジンっていうのがありましたね。はい、それぞれの何どう釣ったか何かじゃなくてもそれぞれのもう1ページ2ページ全部そのプロの好きなものとか生い立ちとかそういうのだけを特集した雑誌があって、そう時計が何使ってるかまで、ロレックス何々とかあれやられると時計もいいもの持ってなきゃダメだと思っちゃうじゃん。確かにだから時計も買ったよ。そういう雑誌あったんですか。いやもうだからたまに中古釣り具屋とかで転がってるんで、はあ、それで当時の熱い勢いを、何に憧れたんですか。あの時はね、いや憧れてはなかったけどやっぱいい時計持ってなきゃ一流じゃないっていうバブル世代だからさ、みんなそう靴と時計だけいいの持っとけってよく言われたのよ。俺プロなんてするもん。だから車何々、ボート何々、時計何々、そんなファッションしてるみたいな感じだった。あそういう時代はあった。案外タックルはその人の必殺技みたいなちょろっとは取り上げてはいるけど、どちらかっていうとそのバスプロの人となりがどうなのかっていうのにフューチャーしたような時代が。でも本来そっちだよ。だってさ、バスプロだろうが、じゃあプロレスラーだろうが、プロ野球選手だろうが、サラリーマンだろうが、同じ人じゃん。そうです、ね、ベースで言ったら対等じゃん。まあそうですね。収入が多ければ偉いわけでも、力があったら偉いわけでもないわけじゃん。でもその中で一番になれたらやっぱりすごいじゃん。ね。でもその中でも一番になれないとは別に一番になれない同士で一緒じゃん。はい、で、やっぱそういうことに対してみんな憧れていったりするわけだから、そういうとこはそれなりの暮らしをしなければ、やっぱダメだと思うのよ。だからまあちょっと話が戻っちゃうけど、強い選手を取り合いしなくなった時点でトーナメント業界ちょっと寂しいなっていう、うん、そう小森さん4回も一番取ったのに時計何使ってるんですか、え時計持ってないんですかってなっちゃうと寂しいじゃんっていうところは業界全体がちょっとミスってるのかなっていうのはあるわけよ。若いプロに投資して若いプロを宣伝広告に使っていっぱい使おうと思うメーカーさんの考えも分かる。でもそっちに偏りすぎちゃうと成功報酬少なくないこの業界って思っちゃうとみんな憧れなくなるよね。でもそれをそういう方向にちょっと向けちゃってる面は業界全体にあって、昔はでもそうじゃなかった。あそうだったんですか。うん、だから今井さんがさ関西の長者番付に乗った時なんかはざわついたもん。やっぱりバスプロってこんなに儲かるんだって稼げるんだ、多分社会全体から見られたと思うよ。まあ、そういうのもあってこう、まあ、憧れるというか、そうそう、だから今井さんの存在は大きいと思う。そうなると今井さんがこんだけだったらこの人はどうだろう、この人はどうだろうってみんな思うわけじゃん。そう、今井さんにはなれなくてもここはなれるかもと思うわけじゃん。そうですね、他のプロはどうなんだろうっていうので、どんなプロがいるんだろうって興味湧きますもんね。いまだによく言われるよ、小森さんは相当稼いでるんでしょって言われるもんね。言われるたびに悲しくなるね。いやそうじゃダメなんだなと思うし、でもまあ悲しくなるって言ったけどそれなりにはもらってると思うのよ。あの自慢できるぐらいは好きなことだけやって稼いでるわけだからね。だけどもっと夢を持ちたいなと思ってるし、はい、そのためにはやっぱり俺を目標にしてくれてこういう風にしてくれればさ俺は儲かるじゃん。
みんなもどんどん儲けなきゃ、乗り越えていったらいいわけじゃんって思うんだよね。そういう構図をちゃんと作らないと難しいなとは思ってて、メガマスさんはすごいよ、勝ったからサポートしますってストレートに言ったメガマスの車も紹介してくれて、井出さんからの紹介もずっとあったんだけど、ずっとくすぶってたんだけど、小森さんこんなに勝ったからサポートします、うん、評価してくれた、評価としてサポートで帰ってきた、勝てば勝つほどお金が上がってくるんだから、いまだにこのご時世で金が上がるんだから、すごいメーカーだよ。そうですね、うん、じゃあ小森と差し飲み第何回かな、もうあの 3回じゃないですか、第5回なんだこれ実は、実はね、エジリー君、エジリーさん、黒田さん、それからね、ジンペイの加藤さんと飲んで、それからジーニアスの青木さんとも飲んで、まだアップしないだけで、あ、そうと、宮島君5回、第5回、はい、じゃあ、第1回が田中さんだから、第6回目、6回目ですか、第6回、小森と差し飲み、in 釣り子 TV、釣り子 TV、宮島君、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もうあの、かなり勢いよく飲んだね。そうですね、僕今日、いやもう飲み納めなんで、もうめちゃめちゃ飲みました。あ、まあこんだけ俺も一緒に飲んどいて言うのは悪いけど、はい、お酒は体に悪いからやめた方がいいよ。いもう今日でやめます。何杯飲んだんですか？わかんないです。大森さんの2倍ぐらい飲んだ。でもこれね、フープのお酒は体にいいらしいからいっぱい飲んでいいらしい。本当ですか？ここすげえなんか雰囲気よくて。ご飯も美味しいですね。めちゃめちゃ美味しかったです。いや本当今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。なんかいろいろ何話したかも今覚えてないけど、あとは釣り子さん編集を見て、いやもう本当に楽しかったですね、はい、そうですね、まあ、今日のトークを見て不快に思った方は釣り子さんにぜひクレームをそれコメント欄にクレームを入れてください、決して僕のところでダイレクト止めると思ってもらえない、宮司さんほとんど台湾話してないんだ、待って、いや全く大丈夫だ、いやでもあそうだ僕、はい、釣り子さん TV で今度いつか、はい、小森さんと対決したい、あそうそれ前から言ったこれね、やっぱり霞ヶ浦でやらしてください、最初に言われたのが飲み屋じゃなきゃダメですか、釣り場で勝負しましょうよっていきなり言われて、甘いやばい、ゼッケ何番だっけ、9番です、9番じゃまだまだ勝負はできないね、いやー5番以内に入ってから霞おかっぱり対決やりたくて小森さんに提案したっす、よろしくお願いします、何切り釣るよ、いや知ってますよ、何切り釣るよ、知ってますよ、僕も負けないっす、レッグアップ禁止だよ、いやもうこれ行くのはあるから大和島だよ、任してください、よしじゃあやりましょう、はい、やりましょう、はい、お願いします、じゃあ効率出してみたい6回、はい、宮島対宮 VS 宮島 in 釣り子 TV、 ひとまずこれで締めたいと思います、今日はありがとうございました、ありがとうございました。この長時間全部チェックしなきゃいけないのマジしんどいでしょ、マジだりーなと思ってるんですよ俺毎回やってんすよこれ、ほとんど、いや俺も毎回やってますよ、あの小森さんとだって亀山行った時とかね7時間分くらいのデータ全部でもつったところででもそれつったところでいいからじゃあ話戻るよ、釣り子 TV です、バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません、ディパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ、詳しくはウェブサイトをご覧ください。